いわゆる、横向き根であるが、軌道確保が最重要視されている、回復退位とは、応急処置において、要救護者の処置後に取らせる姿勢のこと。回復退位は、救急医療などの現場において失神している、または、意識が朦朧としているなど、意識障害のある、要救護者の生命の安全を図るためのもので、急な容態の変化などが起こっても、大事に至らないよう配慮された姿勢である。 姿勢としては図に示した通り横向け根であるが、横向け根一般と異なる点として、頭をやや後ろに反らせて、できるだけ軌道を広げた状態に保つ。また無意識に寝返りしたり痙攣して、仰向けやうつ伏せになったりしないよう、膝は軽く曲げ、腕は、下側の腕は、体前方に投げ出し、上側の腕で突っかえ棒をする要領で横向け根、ね、状態を支えるようにする。 横向き寝が推奨される理由としては、仰向けにするとオートによって胃の内容物が出てしまった場合に軌道を塞いで窒息する恐れがあるためで、これを予防する上でオートにも対応しやすい体制を取らせるものである。また呼吸も仰向けより、横向き寝の方が負担が少なく楽であるなどの理由もある。なお子外やコンクリート床などの上に寝かせると、ことの他地面に体温を奪われ、 体力を消耗しやすい。衣服でも新聞紙や段ボールでも、可能な限り要求護者のもとに引いて体温が奪われるのを防いだ方が良い。適用される状態は、熱中症や外傷によるショック状態、溺れて人工呼吸などにより息を吹き返した後などである。また、狂心症など何らかの発作を起こし必要な薬を与えられて容体は安定するも、心身ともに疲れきっている場合などにも、 同じような体勢で休ませることがある。熱中症では体温を下げるために着衣を緩め、風通しを良くして、濡れタオルなどを当てがあった状態で、外傷では出血して出血が収まった後にこの姿勢を取らせる。各々の,の,の応急処置の詳細内容は、それぞれの項を参照してほしい。冷水状態でも突発的に嘔吐することがあるため、酔って寝込んでしまった場合にも望ましい姿勢である。 一発この姿勢で休ませた後、意識や気力が回復して、自力で移動できるか救急車など病院への輸送手段が到着するのを待つなどする。二次災害を予防する上で、この姿勢を取らせるのはしばらく休ませておける安全な場所に限られる。例えば交通事故などでは、要求後者を事故車から十分離した歩道や道路脇まで移動してから、熱中症では涼しい木陰や建物の中など、 直射日光が当たらない場所、火災や地震などでは、倒壊や出火、炎症する、恐れのある建物から十分離れた場所である。場合によっては風雨にさらされない場所が望ましく、戸外で周囲に休める場所がない場合では、テントやシェルターの設置を含めて考慮する必要もある。落ち着いて、休めるよう、できれば、少しでも静かな場所が望ましい。ただし、転落の危険があるため、 階段の上やベンチの上など高い場所は要注意である。なお容体が急変した場合に備えてできる限り身を離さない方がよく、古外の場合では応急処置が済んで助けを他に呼びに行く場合でも状況に対応できるものを近くに残した方が良い。どうしても状況が許さない場合は、木陰やテントないしシェルターなど最低限環境から身を守れる場所でこの体位を取らせる。ありがとうございます。